きましたが、まずですね、乾燥に入る直前で転調してるんですね、しかも結構変わった転調していて、それでこう世界観がガラッと、切り替わる、やっぱりなんか宇宙的規模になるような大きな曲になるような転調なんでしょうね。そしてエレキギターで、メロディーをなぞるような感覚、なんか地上の星、中島みゆきさんの地上の星の感覚と似てたので、やっぱり地球規模というか宇宙規模というか、そのようなアレンジってなんかこう統一感がありますよね。ちなみにこの楽曲の、アレンジを坂本さん、坂本雅之さんっていう方がやられてるんですが、僕のデビュー曲、そして次のセカンドシングルと、アレンジをしてくださってる方なんですね。でこのジュピターだったり、あとは鬼塚千尋さんの月光もねアレンジされてるんですけど、そういう楽曲を聴いて、坂本さんにお願いしようっていう風にうちのチームが、なったっていう話はありますね。もともとこのジュピターっていうのは、イギリスのね、インスト曲、組曲だったんですね。そこに歌詞を載せて平原綾香さんの曲として出したですね。で僕のデビュー曲会いたいももともとインスト曲なんですね。歌詞が載ってなかった。でそれに対して、僕が歌詞をつけたっていう経緯があって、そんなところも含めて坂本さんにお願いしたんですね。ということで改めて僕のデビュー曲会いたいを聴いていただきたいと思います。同じアレンジ